ロビンダンバーダンバー数とは人間が安定的な社会関係を維持できるとされる人数の認知的な上限である。ここでいう関係とはある個人が各人のことを知っていてさらに各人がお互いにどのような関係にあるのかをも知っているというものを指す。ダンバー数は1990年代にイギリスの人類学者であるロビンダンバーによって初めて提案された。 彼は霊長類の脳の大きさと平均的な群れの大きさとの間に相関関係を見出した。ダンバーは平均的な人間の脳の大きさを計算し、霊長類の結果から推定することによって人間が円滑に安定して維持できる関係は150人程度であると提案した。ダンバーはこれについて、もしあなたがバーで偶然であって、 その場で突然一緒に酒を飲むことになったとしても、気まずさを感じないような人たちのことだというように噛み砕いて説明している。ダンバー数を超えると、大抵の場合でグループの団結と安定を維持するためには、より高速性のある規則や法規や強制的なノルマが必要になると考えられている。ダンバー数については、150という値がよく用いられるが、 100から250の間であろうと考えられている。ダンバー数とは知り合いであり、かつ社会的接触を保持している関係の人の数のことである。社会的交流が途絶えた知人についてはその数に含まれず、また知っているが持続的社会関係を書く相手も含まれない。このような知人の数はダンバー数よりもはるかに大きな数になるのが普通であり、それは 長期記憶容量の大きさに関係するのであろう。ダンバーは、この限界は相対的な新皮質の容量の直接的な作用であり、これが集団の大きさを制限する。新皮質の処理能力上の制限は安定的な人間関係が維持される個体の数に直結すると理論付けている。ダンバー数の境界部分には高校時代の友人などもし再会すれば、 すぐに、こういう関係が結ばれるであろう、過去の同僚が含まれる。霊長類学者の指摘によると、霊長類は、高い社会性を有するため、一般的には、社会的グルーミングによって、社会集団の他のメンバーと、個人的な結びつきを維持しているはずだと、考えられている。そのような社会的集団は、彼らが属する集団全体の中で、防衛的な徒党として機能する。 一等の霊長類が発足できる社会集団のメンバー数は新皮質の容量によって上限が決められるようである。1992年、ダンバーは人間の集団の大きさを推定するために人間以外の霊長類から観察できる相関関係を利用した。38種類の霊長類のデータから回帰方程式を用いて人間の平均的な集団の大きさは148。 であると、ダンバーは推定した。この結果について、ダンバーは大きな誤差測定があるため、試験的な数値であるとしている。そして、ダンバーは、この推定値を実際に観察できる人間集団の数と比較した。現在の平均的な人間の新皮質の容量は、更新予である、約25万年前には発達していたという推定に、立ち、ダンバーは、 人類学と民族史学の文献を調査し、様々な狩猟採集社会の人口調査などから、集団数についての情報を得た。そのような狩猟採集社会は、現存する社会集団の中では、更新予の社会に最も近い存在であろうと人類学者は位置づけている。ダンバーは諸集団を小中大の3つの集団に分類することができるという。それらは、バンズ、 カルチュラルリネージュグループス、トライブスに相当し、それぞれの集団数は30から50、100から200、500から2500であるとする。ダンバーによる村落と部族の大きさについての調査も、また、この予測値に近似していることを示している。例えば、新石器時代の農村の規模の推定値は150、フッター派の定住場所が分割するときの人数は150、 学術上の一つの専門分野における学者の数の上限は200。古代ローマと16世紀以降から現代までの世紀軍の基本的な単位は150。中体の適切な大きさとされる数などの事例がある。平均150という数字が成立するのは密集によって高い利益を得られる集団のみに限られるとダンバーは主張している。そのような 大きさの集団の団結を維持するためには、集団全体の42%もの時間を、社会的グルーミングに費やす必要があると、ダンバーは推定している。具体的には、自給自足の存落、遊牧民、昔の軍組織など、厳しい生存圧にさらされている集団のみが、平均150という値に到達している。さらにダンバーは、そのような集団は、ほぼべての場合において、 物理的に密接していると指摘する。集団数の上限は、社会的な分散の度合いに左右されると推測できるだろう。分散度の高い社会においては、個々が接触する機会は少なく、そのため互いの親密さも低減し、その結果として、集団数は小さなものになるはずである。そのため、厳しい環境や経済的な圧力など、 明瞭な必要性が存在する場合にのみ上限150の集団は成立する。ダンバーは言葉の起源の中で言語は安価な社会的グルーミングの手段として出現し、それによって原始人は社会的団結の維持を効率よく行えるようになったという説を提案している。ダンバーの推測によると仮に言語がないとすれば、 全体の半分近くの時間を社会的グルーミングに咲く必要があり、このような状況では生産性のある協力的な行為はほぼ不可能になるだろう。言語は物理的あるいは社会的な親密さに必要となる経費を低減しながら社会の団結を維持することを可能にしたのであろう。この結果は社会農家説の数学的定式化によって確認されている。 これが示すところによると、言語によって初めて可能になる複雑なコミュニケーションなくして、脳の容量の増加が大きな集団につながったという状況は起こり得ないとされる。ダンバー数は人類学や進化心理学や統計学や企業経営の分野でも研究の対象になっている。例えばソーシャルソフトウェアの開発者もプログラムが処理すべき、 ソーシャルネットワークの大きさを知る必要があるため、ダンバー数に注目している。また、現代の軍隊でも、部隊の団結や、指揮の維持向上に関する方策の裏付けあるいは、反爆のために、軍の心理学者たちは、そのようなデータを集めている。最近の研究では、ダンバー数は、オンラインソーシャルネットワークや、携帯電話などのコミュニケーションネットワークにも、適用できるとしている。 人類学者の H ラッセルベルナールとピーター・キルワースとその協力者たちはアメリカ合衆国においていくつかの実地調査を行い、その結果、ダンバー数の約2倍に相当する平均290という推定値を見出した。高値側に分布の分散があったために中央値はやや低く231であったが、この数値でも明らかにダンバー数より大きい。 人間の社会的ネットワークの最大限度についてのベルナールとキルワースによる推測値は複数の調査法による様々な集団を対象とした数多くの実施調査に基づいている。この数値は複数の平均値を平均したものではなく同一の結果が複数回得られている。しかしながらベルナールとキルワースによる値はダンバー数ほどには知られていない。 フィリップ・リーベルマンによると30から50人規模の小規模集団においては原始的な農業もない状態で栄養面における制約がどの程度の集団規模を維持できるかを限定している大きな人の脳は類人猿の脳よりもエネルギーを消費するわけであり150人ほどの集団は旧石器時代には生き残らなかったであろうと彼は主張している人間の脳よりずっと小さくても さらには哺乳類の脳でも社会的関係を維持できることは知られている。階級を持つ社会性昆虫は個々の地位を理解している。また、単純な反応をプログラムされた仮想自立エージェントはコンピュータシミュレーションで霊長類学においてエープポリティックスと呼ばれるものを再現している。ありがとうございます。